坂本正孝です。いいスタジアムだなぁっていうイメージですか人いっぱい入ったなぁっていうのが第一印象ですよ。臨海はあの陸上トラックがあったりだとか、あのサッカー専用じゃなかったりっていうのと比べると、もうスタンドがすごい近いし、もうファンの声もよく聞こえるし、まあ、あれにはすごく感動しましたね。それはよく覚えてます。大きいですね。声援も聞こえれば、まあ、違った声も聞こえてはきますけどね、まあ、選手にとったら嬉しい言葉ですからね。文句言われたりとかあると思うけど、それはもう期待の表れだと思いますし、ああいったところでできるっていうのは本当モチベーションが高いというか、維持できる、まあ、そういうスタジアムだなと思いますね。いや、僕はそんな全く狙ってないですけどね。でもなんとなくこう勇気が取るかなみたいな、持ってる選手って持ってるじゃないですか。やっぱ案の定取りましたけどね。そういうのすごいですよね、あいつは。まあ、優勝がないわけじゃない試合だっただと思うんですけど、多分あの時最後左サイドバックかなんかに行けって言われて行って、なぜかあそこにいて全く覚えてないですね。でもただあの後オシムさんにブラボーとちょっとこうハグされたというか、それはすごく覚えて、写真が家に今でもあるんですけど、その印象が非常に強くて、あれはもう嬉しかったですね。僕はナビスコの準決勝フロンターレの勇気が最後 PK を決める、このセットするあたりから の勇気のコールとか、あれはもう痺れましたよね。試合やっててもなんかもうゾクゾクしてたし、あれは非常に印象的な試合でしたね。ただみんながこう表に出るときはちょっと控えめにしとこうみたいな、あんまりこう面白いこともやってないし派手なこともやってない印象ですけどね。まあそうですね、引退セレモニーはもう映像からなんか自分で涙しながら、こんな時もあったなとか、歌を2曲流してもらってたと思うんですけど、試合前にいつも聴いてた歌なんですよ。だ今でもあの歌を聴くとね、思い出しますし、まあ、雨の日で天皇杯だったのかな、でね、あれだけ来てくれたっていうのは非常に感謝しています。なんかこう一体感じゃないですか。スタンドが近い、本当にいいのか悪いのか分からないですけど、じゃあすごい大きいかっていうとすごい大きいわけではないじゃないですか。でもあの雰囲気っていうのは非常にやっぱり一番いいですかね。やっぱり何万って入るスタジアムで満員になればそれはいいですけど、やっぱり1万7、8千のあのスタジアムがいつもね、あの時は常に満員ぐらいの感じでできてましたからね。あの雰囲気っていうのは最高ですよね。福割のこんなとこがいいから、いや福割は全てがいいですからね芝生もいいし、あとはスタンドもね見やすいし、こうサッカー専用スタジアムっていうのがやっぱ何よりいいじゃないですかね。僕は非常にそう思いますし、まあ、他にもありますけどね。それでも観客あれだけ近いとか、まあ、あれが一番いいのかもしれないですね。まあ、直にそういう声聞こえますよね、はい。まあ、でもそれが福割の良さじゃないですかね。